ので、後ろの方の皆さんもぜひ一緒にコーディネートやってください。もう一度いきます。せーの、しまーす。ありがとうございます。なんと今日、ヤゴト初登場です。ありがとうございます。最近暑い日が続いているのですが、春日井市はなんと多治見の隣でめっちゃくちゃ暑いんですよ。だけどなかなか全国1位にならないんですよね。今週こそは全国1位になるといいですね。ね、ね。はい。1曲目はアンドロイド、2曲目は大事なお知らせ、次の曲は踊ろうっていう曲なんですが、途中のコールの部分はレッツシングとレッツダンスって言ってますので、皆さんもぜひ一緒に言ってくださると嬉しいです。レッツシングとレッツダンスです。では曲お願いします。準備はいい？Thank you.
で今日昼にボランティアで子供たちの前でアナと雪の女王の生まれて初めてという曲を歌ってきましたということでここでは、また生まれて初めてを今度アカペラで歌いたいと思います。1番歌います。聴いてください。窓のドアも開いてるなんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん閉ざされてた部屋もお祝いのためにきれいに飾られてまるで違う場所ね不思議な気持ちこの時も夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎて私舞い上がりそう。もう一人じゃないの夢のよう。ありがとうございます。次の曲は、なんだっけ、大事な、あ、違う、さっき歌った、なんでしたっけ、あ、東京アイドラーですすいません、次の曲お願いします。すぐそこですよ。ワン、ツー、
とうございます。そして、次の曲は本日初披露の曲となります。とってもノリのいい曲なので、みんなもノリノリで聴いてください。直感超速球。きっと始まる。